どうもこんにちは、コウキです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日はね、先週に引き続きかな、MacBook のねアプリについて紹介していきたいなと思います。今回もねちょっと質問から入らせていただくんですけど、皆さんは MacBook を使っててね一番使用するアプリって何ですか？まあ多分多くの方がブラウザって答えるかなって思います。ブラウザっていうのは、まあ主にね、Safari だったり Google Chrome だったり、まあ Google のねスプレッドシートだったりっていう、ああいうアプリのことを指します。まあここでちょっとね仕事の効率化っていう面にね視点を置くと、いかにね自分が使ってるブラウザを使いこなせてるかっていうのが結構重要になってくるんじゃないかなって個人的には思ってます。まあそんな中でね、ブラウザの中の王者って言われてるものが多分 Google Chrome だと思います。シェア率多分7割ぐらいなんじゃないかなって個人的にはね思っていますし、まあ僕のね周りの 方でもサファリよりねやっぱ Google Chrome を使ってる方が多いです。やっぱりね一番使われているブラウザってこともあって、まあ日頃からね利用していて、まあそういう点をね感じております。本当にねサクサクですし、まあ拡張機能っていうのもね本当にたくさんあっていいなって本当いつも思ってます。で、まあ個人的にね今後もちょっとね Google Chrome を超えるブラウザに出会うことはないだろうなってずっと思っていたんですけど、それをね超えるアプリをね発見してしまいました。それはこちらですね、サイドキックっていうアプリです。今回はこのアプリについて詳しくねレビューというか、まあ、していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは今回も始めていきましょう。はい、それではね早速始めていこうと思うんですけど、このサイドキックっていうアプリを利用しててちょっといいなと思う点が、まあね、要約というかまとめて2点ほどあったので、今回はその点を中心にね紹介していきます。まず1つ目ですね。まず1つ目は Google Chrome と同じ操作感で使えるという点です。なんでね、Chrome と同じ操作感で違うブラウザなのに使えるのっていう風に疑問に思われている方ももしかしたらねいるかもしれません。まあそれはなんでかっていうと、元のね Chrome を作っているシステム自体と同じものを使っております。それを、サイドキックはね、さらにパワーアップして、まあ、仕事の方向けというか仕事で、このブラウザを利用してもらえるようにちょっとパワーアップしてる感じです。なので、Google Chrome で使っている拡張機能だったり、まあ、ブックマークというのは、まあ、サイドキックってアプリをダウンロードして、まあ、ログインした時点で、まあ、本当に Chrome と同じような画面が最初出てきます。それに加えてね、Google Chrome からそのままねアカウント情報というのも引き継げますし、まあ、パスワードっていうのも全部引き継げるので、まあ無駄な手間は本当に一切ありません。本当ダウンロードして、まあそのまま使えますよって思ってもらっていいと思います。はい、続いて2点目ですね。2点目のいいところは、サイドバーです。これが、サイドキックのね、画面になっているんですけど、この左側のところにある、まあサイドバーに表示されているものがあると思います。まあこのサイドバーには、まあよく使うアプリを、まあ、ページにね、常駐させることができるので、アクセスがね、本当にスムーズになります。僕の場合は、ちょっと見てもらうとね、わかる通り、YouTube だったり Gmail だったり Notion だったり Messenger だったりっていうね、本当に日頃から仕事で使うアプリを常駐させています。で、 Chrome でブックマークに登録してましたっていうものは、この上の部分見てもらうと分かるんですけど、上の部分に全部こうやってね、そのままの形で残っております。普段だとね、この上部の部分に表示されているタブをどんどん開いていって見ていくと思うんですけど、いつもこのアプリでしか、決まったものしか見ないっていう、まあ、開かないっていう僕ね傾向にあるので、本当この機能は本当に便利だなと感じております。しかもね見た目が本当にこんな感じでスッキリしているので、僕の理想のブラウザになっていると言っても過言ではありません。まあ、ちなみにこの左、僕が、サイドバーにね表示させているアプリっていうのは全部ねモノトーンで統一しています。これはね、ちょっと自分でカスタマイズというか、このアプリの、カスタマイズ写真というのを用意、アイコンのね、写真というのを用意しないといけないんですけど、ぜひね、そういう方も、そういうところもね、こだわっていきたいという方がいればね、簡単にできるので、ぜひやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、サイドキックっていうアプリについて、まあ、僕なりにですけど、簡単に紹介させていただきました。まあ、先ほどもね、僕が言った通り、本当に僕が理想としているブラウザに、なりましたね。本当使ってて本当に気持ちいいです。まあ、それに加えてね MacBook のドックの整理にも正直僕はつながりました。まあ、MacBook のねドックに置いてるアプリってやっぱり日頃から使うものをドックに入れてると思います。なのでね、まあ、数十個とか、まあ、あっても、まあ、5、6個あると思うんですけど、僕はね今ドックのところには4つ、4、5個ぐらいしかね表示させていません。ほぼサイドキックで他のアプリでに、アクセスできるので、本当ドックもスッキリしてめちゃくちゃいいなって本当に思ってます。まあ、ぜひね、サイドキックは無料でダウンロードできるので、もし気になったっていう方がいれば概要欄にねリンク貼っておくので、そちらからねダウンロードしてみて、試しにね使ってもらえたらいいなって思っています。
はい、というわけでね、今回もこんな感じでお送りさせていただきました。この動画公共オリジナリーでは、普段はアップル情報を中心にお伝えしているんですけど、たまにはね、こういったアプリの紹介であったり、ものの紹介っていうものもやっておりますので、少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日もね、最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。コウキでした。バイバーイ。